今日は遅めの行動を開始で喫茶店のモーニングを食べに行ってみたいと思います。白壁カフェ花子読みです。はい、来ました。おにぎりにする？モーニングアイスコーヒー380円で冷やし茶漬け、サラダ、お茶、茶碗蒸し、アイスコーヒー。すごい、こっちはトーストパターン、ね、うん、これちょっと茶漬け、いただきます。お茶、茶漬け、うん、熱いよ。おいしい。昆布みたいなのがいっぱい入ってすごいダシダシしてる。美味しいわ。茶碗蒸しいただきます。こんな感じだ。うん、美味しい。これで380円、めっちゃお得だよ。順調に食べ進め、最後コーヒーとお茶あったかいほうじ茶を飲んで冷たいアイスコーヒーを飲むと。お腹壊しそう。本当はコーヒー濃いわ。ココミの牛乳ちょっともらおうか。ごちそうさまでしたわ。手はちゃんと。ごちそうさまでした。したよ。した。本当ボリューム満点でした。普通に朝食としてはいいぐらいの量だよね。コーヒーもすごい量入ってて。メガネ取って。はい。どうしたの？膝の怪我？それどうしたの？公園で転んだ。公園で転んだの？気をつけてね。はい、じゃあバイバイ。続いて花子読みの近くのカフェにまた行きます。朝ごはんパート2です。さあ着きました。ダダン、キャラバンです。あれ、本日お店メンテナンスのため臨時休業です。ガガーン。お菓子屋さんボンボン。コーヒーもできそう。せっかくだからここでちょっとお茶してっか。お菓子屋さんボンボンの喫茶スペース、すごいいい雰囲気です。そしてまだ朝10時ぐらいなのにこの混雑。失礼します。すごいサービスでプチケーキがついて、さらにケーキ頼むしも、そう頼まなくてもよかったぐらいの量だな。じゃあロイヤルチーズケーキ食べてみます。お菓子屋さんだからね、ケーキは期待して、うん、濃厚、美味しいよ。でも確かに最近のチーズチーズした感じじゃなくて、結構クリーム感高いというか。じゃあちょっとサービスのケーキもいただきます。こっちは普通のスポンジケーキ。なんか不思議と和を感じるケーキだ。なんかばあちゃんち行ったら出てくるケーキを美味しくした感じみたいなこんな感じ。バナナジュースのみのみ茶、飲み飲み茶。ケーキ美味しかったです。なんかちょっと懐かしさを感じる感じの。コーヒーも320円でケーキとかは200円台がほとんど。なんだっけ、クレープ、オムレット250円。俺食べたロイヤルチーズケーキが一番高くて370円だけど、大会が200円台が多いです。非常にコスパのいい感じでした。ごちそうさま。はい、お菓子屋さんのボンボン、なかなか楽しめました。続いてここみ、動物園行きますよ。動物園行きたい人、じゃあえいえい、おー、はい、動物園行きます。はい、ぎゅー、宇宙かよ、あんた宇宙した。石の置物に宇宙しまくってんだけど、この子はい、東山動物園来ました。ほら、ここにサイだよ。サイさん、サイさん、サイ、ブンタだった。ブンタ、ブンタって呼んでるな。ブンタピクって吹いた。聞こえてるね。うん、大きいよ、ここみ。ご飯食べてるよ。草食べてる。
ね、これあれ持ってたよ。あ、持って食べてる。あれ、うんこ落ちてる、うんこ。ちっちゃいドーナツ落ちてる。カモシカだ。オオカミもいる。オオカミじゃない、カモシカさんだよ。なんか場所変えようかと思ってる。恐竜さんいたね、ココミ。ココミのうちの近くにいるクマだよ。え、ココミのクマいるの？いるんだよ。このクマいるんだよ。大きいクマ。え、大きいクマいるの？クマいる。こっちいる。来ないわ。来ないね。楽しい人。ちびかま？こびとかま？うんこ？うんこびた。うんこするかな？ここみのお家どれ？探してみて。ここみのお家見つけたら教えて。わかんない。わかんない？自分のうちわかんなかった。ココミのうちここから見えないよ。なんで？遠いから。トラさんの人、隣はペンギンさんです。ゴリラさんです。眠い人。はい、お昼ご飯を食べに一社まで来ました。カラメ亭というあんかけパスタのお店に行きます。ココミは寝ちゃいました。動物園燃え尽き症候群来ました。あんかけパスタ専門店、あんかけ丼もある。絡め亭です。今日開発冷やしあんかけ。絡め亭のミラカンスパ。なんでミラカンなんだっけ。ミラノフートカントリー。こっちは何だっけ。カラメテースパ。何だこれ。ちょっといっぱいし。あれだよ、赤味噌じゃないよ。マスカ、あんを食べてみましょう。なんとも言えない胡椒がカリッと効いた塩気と胡椒。これね、ここみ食べれないよかった。ね、結構辛い。シンプルシンプル。なんでこの色なんだろうっていうぐらいシンプルな塩味。塩コショウスパだよ、味的には。あっちは卵とだけだよね。こっちは玉ねぎとかハムとか乗ってるだけ。普通の絡めてノーマルです。うん、こっちの方が味がクリアだね。具があんまり入ってないから、ザ・ローカルパスタって感じだね。結構なボリュームだ。完食です。結構辛い。個人的にはこっちの方が好きかな。シンプルで最後ちょっとこれ味薄まる感じだった。油と水っぽさがちょっと。ごちそうさまでした。お米が出ちゃったので近くの喫茶店に入りました。リトルというところです。チーズケーキとマリアージュフルーレのマリコポーラを頼みました。さあ、あれ、チーズケーキ、なんか朝も食べた気がするぞ。だいぶ違う感じだけど。おしゃれチーズケーキに元祖チーズケーキみたいな。美味しい。最近の濃厚チーズケーキ、マルコポーロ。一番好きな紅茶の銘柄です。花の香りのような甘い香りが茶葉だけでします。でもカフェでマルコポーロ置いてるとこって初めて見た。ココミおはよう。寝てる間1時間ぐらいお世話になった喫茶店リトルです。飲み物とケーキ1個ずつ食べて2500円でしたね。だいたい全部600円ぐらい。でも都心単価にぐらいだったら全然安いか。名古屋の伏見中心地ですよね。中心地初。これから夜ご飯のお店に行きたいと思います。夜ご飯第1のお店ですね。ここでした。第1、本当に混んでるわ。また4時過ぎなのに大繁盛です。大臣ビールです。
食べ物はセルフなんで取りに行きます。じゃあ飲みます。何でか谷さん溜まってる椅子か座敷か。うまい、エビだよ。どうぞ食べてください。開けてそのまま食べんだよ、これパクって。その中からさ、あれが欲しいの、尻拭き、うん、美味しい人を、はい、持ってきたのはまだまだいっぱい、ホタルイカ、粒とか、ここも好きなマグロ。これは佃煮はメインじゃなくて、美味しいコミにタコ。最近コミが大阪のたこ焼き以来すっかりハマったタコ。ポテサラ、白むつのお刺身。はい、じゃあ白むつ食べます。箸出そうか。すごいね、この一切れ。美味しい。あの、北海道的プリプリさじゃないけど、旨味が強くて。マグロっぽい一個食べていい？そんなにエビ美味しいの？マグロもうまそうだよね、こっちの。マグロはここに。美味しい美味しい。こっちこっちの。パテだとピント合わせれないでしょ。うん、うん、うん、タコ美味しい。すごい、なんかね、ちゃんと書いてあるのにね、プリプリ感がすごい。このまま食べていい？うん、おいしい。おいしい。あんた渋いね、佃煮ばっかり。あんた、ほんと佃煮好きね。里芋の煮物とかも。ん？里芋すごい食べるね。しょっぱいものばっかりで。ここみ、そのうち焼酎ちょうだいって言うんじゃないだろうね。わっ、食べた。おかずを選びに行ってくるからね。行ってきます。きゅうりの漬物に、鶏もつの煮込み、うなぎのしゃもも、お刺し。なんだかんだ軽くつまんで飲むつもりが、結構結構な感じです。美味しかったですか？これ何食べた？ジュースいっぱい飲んだ。あとは？まだ飲みたい。あとエビと、お魚の佃煮と、ポテサラ。はい、じゃあごちそうさまでした。ふくみ、せーの、ごちそうさまでした。ダンダン。これよく見たらほとんど看板もないね。美味しかったです。一人3000円でした。よいしょ、落ちないでよ。あんた、そこ怖いの？面白いんですけど、鏡。変わる。お座りね。よいし、よい。かわいいね、鏡。お座りよ。さあ、さあ。もういい、もうちょっと座らせようね。お座り。カメラ気になったの？はい、今度は晩ご飯第2です。ということで、世界の山ちゃんの系列店のちょっと高級な居酒屋。手羽もさ、幻のってついてるってことは一味違うと思う。これが名古屋コーチのたたき。おいおい、レモン取っていく人がいるぞ。食べんのかい。はい、パックして。はい、よし。じゃあ、まあ、たたき食べてみようかな。いただき。ちょん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 。やだ。うん、うん、これ普通に美味しい。次、土手です。
うん、ものすごく想像通りの土手です。大外れもなく普通の感じの美味しい土手。大きくチェーン店やってるから間違いはないけど。塗りたい、塗りたい、塗りたい、昨日のちょっと昨日のよりジューシーさがないから、焼き方がの問題かな。でもね、味は世界の山ちゃんとどう違うかよくわかんない。だいぶね、焼き方のレベルが昨日の店より低いかな。でも味付けこっちの方が好き。写真撮りたい。はい、まだ焼くの。あっち辛っ、ごめんなさい。辛いかもね。ちょっと待って、ゲホゲホってる。でもね、この先っぽの羽の方はね、こっちの方が美味しいわ。味付けの好みだよね。甘辛よりこれどっちかっていうと塩コショウ効いて。どっちにしようかな、こっちに。あ、お願い、うん、で、肉パサパサになったけど揚げ方がしてるから羽の方がねパリパリして美味しいわ。でもこれなんか俺の記憶のある札幌で食べた山ちゃんと同じ気がする。パリパリして美味しいね。なんこうやなんかいい。ちょっと、なんかおや。なんかおや。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかおや。洗濯です。ご飯洗濯してますか。うん。お手伝いしてますか。うん。